最初にね謝っておくわ。俺いつもね車で撮影してっから今日ね雨降ってるんでね、ちょっと雨の音うるさいかもしれないんで、ちょっとそこんところはご了承ください。え、なんか笑ったら無せた。はい、ね今日ね面白いデッキをね作りまして、もうサムネでねみんな分かってると思うんですけど、あれとあれを組み合わせたら強いんじゃないのみたいなデッキを作りました。でさすがにちょっと沈まねポイント落としたくないんで、申し訳ないんですけど今月はねコロシアムでやってきますわ。はい、今日使うのはこのねハッピーアテナってことで、最近出たねサマーアテナにこれね、これにハピアを突っ込んで、さらに罠中心にしてアレスを突っ込むことによって、これ強いんじゃねみたいなパーティーを作りました。ちょっとね使い勝手はね悪いかもしれないですけど、これね回るとめちゃくちゃ強いんで、今日これやっていきましょう。ハピアじゃない、間違えた、アテナが、あれだ、東海吉野の神番だな、この前も言ったけど、つなぐと1匹ずつ増えてって1匹あたり400の特殊ダメージを飛ばすっていうね、なかなか面白い性能してるんですけど、こいつリーダーで、このね俺はね英語魔界最強だと信じているこのハピアですね、こいつを使うことによって、これねハテナマス15個生成ってね S ゴム並みのスペックなんよ。でハテナマスってね実質ほとんどダメマスみたいなもんなんで、ダメマス15個を生成してるようなもんなんでね、これはねかなり強いですこのハッピア。ってことでこのハッピア入りのアテナ罠で今日はコロシアムをねやっていこうと思います。ほんとシーズンマッチやりたいですけど、ちょシーズンマッチは勝てるレベルじゃないとちょっと今月はね申し訳ないんですが、コロシアムでやりたいと思います。いくぜー。ちょっと雨の音うるさいかもしれんけどごめんな。いいよいいよ全然いい、罠パー衣装いいんじゃないの、メフィストともともといい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 いアレスも引いた、でかい。しかもね、これね、こいつを配置できるのでかい DTA を、罠をまず普通に打つ、打っちゃう、罠じゃない、合ってない、グッダグダだな、解説が。もう早速決まりそう、ハピア引きてえな、あとハピア引かないと、このデッキのハピア入れてる意味がないからな。あ、なるほどね、レニアードからでいっかな、これ、レニアードからだな、レニアード強いんだな、普通に。はい、で、ここでちゃんと特殊を増やしていく。どうしよっかな、次の罠によっては、あーコンボ封印はぁ、終わった、そんな運ゲーし、でもいい、ハピア来たからいいわ。一つ目のアテナっていう要素は消えちゃいましたが、この後はねハピアとアレスと罠で頑張るっていう、そういう編成になりましたね、完全に。あーブラジね、じゃあハピア打つわ。もうお前それはないな、もうやったな。でハピア打ちます、これ強いからこのゴマ、はい1、これは面白いんじゃない、絶対このデッキ面白いよ。でダメます、おいなんでアタック強化すんねん、やばい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 、結構食らうからそれ、いった。ブラジはね、なるべくね、あ、オッケーオッケー、完璧。あ、でもダメだ。完璧じゃねえよ。いた！ちょっと待ってよ。いた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 。メルベ配置できねえな、これ。いたいたいた。オッケーオッケー！ダメます！ナイス！発動！完璧よ、ここまでは。軽く頭を使いました。相手特殊とことん投げないな。よし、オッケー。ここで一発エース罠を配置しとく。相手どこ置いてくるかな。オッケー。ダメます。でさらにこれも発動して、はい。もう完璧じゃんこれ、これ取れますわ、一応負け筋を減らすために、これ勝ちなん絶対。ただの罠パやんけこれ、もう楽しすぎるよこれ、何しても勝ち、あーオッケー。で殴った瞬間にちゃんとねメルベユールで飛ばすと、
強い、普通に強いなこれ。高いです。あーメルベユルか、なんとも言えんな。メルベか、うんー、まあでも、あまた来た、ちゃんとハピア。いいよ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 、お前動画の撮れたか分かってらっしゃるハピアさん。もうハピアが来ればもうその時点で動画が確定なのよな。もう完璧よこれ、お前が来てくれるとね、もうね、あの完璧な試合になるんで、素晴らしいわハピア、素晴らしい。であとここで出てくる場所だよな、頼むぞ。左に出ろ、頼む。なんでそっちやね、そっち出ると終わるねんて。あーさっきからアテナがうまいこと機能しないし、このままだとあれだな。ここら相手は何をかによる。あーそれ強え、だったらもうピリキから置くしかないな。相手にハテナマスいっぱい踏ませる。戦いですのね。いやリリティからでいっか、こちらへ来てはダメ。いやー今度なくなった、もうなくなったよ。まあそこはしゃあないわ、これしゃあない。いや相手しかもさ踏まねえのか。じゃあさこれさ、どうせさケラブのコンボ食らっても結構大丈夫だからさ。いやでも普通にあれか、こうやっていけばいいか。十分だな、これでいいわ。なんか懐かしのベルゼブブ入ってる。てか殺しちゃうだから強いわ。やべ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 、そうだった忘れてた、お前ベルゼはずるいわ、それずるい、もう分かったわ、ずるい駒だった、そうだったそれずるいわ。ハテナマスでダメマス食らいまくって倒れちまえ、きちえ。ちょマジベルゼきち、めちゃんこきついわ、アメちゃんこきついよこれ。終わった、あれスクラムまだわからんか。ベルゼキッズ、ヒールアタックアップ、ベノムヒールでなんとか回復するしかない。じゃあやって勝てんこれ、よいしょ、無理。これきつすぎんでしょ、で相手ダメマスにして、相手はオッケー、ここまではいい。その罠きついな、ちょ呪いすぎ、ちょきつい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 、マジきつい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 。終わった、無理だってこんなん、どうやって勝つの。どうやって勝つねんって、ヒールしても無理だよこんなん。ほらほらー、ベルゼはずるいって、殺し屋はこれがあるからな、気をつけなきゃいけないんだよ、ベルゼブブいるから。あーしかもそっちに耐えますか、無理、強いって強いってマジで強い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 、うわーもう嫌だよ、かしかしそれワナパじゃん、ワナパじゃんそれ、もうエンマリーダーは嫌だな、しかもこっちか進む、それはエンマリーダーは嫌だな、ワナパって分かっちゃってっかな、嫌だな。レースレースはいいぞ、オルマルフィーだ、レース引いたのはでかい、相手が、あーそっちか、終わった、もうなんでだよ、あでもいいわ、こっちから行きますわ、エンマーこれ痛えな、3093の4200で8000ぐらい食らうぞ、めちゃんこ痛えんだが、ならいいわ、あ発動しねえのか、発動しねえのに寝てんのそれ、これリリティから行こう。
こちらへ来てはダメ。エンマのコンボ嫌だから。取ってくれてもいいぞ。まだいけるわ、全然いける。コンボ使ってくれてもいい。ちょっと待てよお前。やるけどさ、やるよ、やるけどさ、やっぱダメだな。シーズンマッチじゃないとな。なんかね、ガチ感がないな。コロシアムだとやっぱりこうすぐ抜けちゃうんでね。最後までやりたかった。普通にそれは辛い。最後までやりたかったですね。まあ取るけどさ、いやーマジか。相手落ちちゃったか。出たリベンジ系のデッキ。痛えけどめっちゃ変える。これでほぼ勝ちなんよな。もう結局さ、アレスが強いんだな。これは分からんけどアレスが強い。なるほど。まあ AI だもんなこれ。そうだよな、 AI だもんな。もう仕方ない、これは仕方ないわ。でもね、なんかうわー、ハッピアー、ハッピアレッドの目指そう。あはー謎ハッピア全部ハテナじゃないこれ。オーケー、ハテナマスリ高つえー。おいいんじゃないこれ、デッキ相性はいいぞ。あーでも高校かよ。相手まさか俺がバラバラ思ってないから。絶対めっちゃ噛んだ。あーこれ X 来そう。じゃあ俺も X 行く。いやーきっちー。逃げたら普通にあれだもんな。オッケーオッケー。なんならこいつ1枚でもいいな。あー罠が少ない。オッケー、踏み穴がないからどうかと思うけど、次の一手が痛いな。でもジャーニア弱いな。ジャニアよ、こいつコンボスキルあってさ、あれでしょう、ライフバでしょう。マジでこっちでもあれだな。あーどうしよう、削っとくか。ルキはまだ違うな。でこいつコンボなんか上がってなくね、スキルも上がって。うわ待て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 、そういう回復やめろ。強い回復、回復はあやべ、それやべ、体力戻ってる相手の。まあでもねこれに切るわ多分。結局ね、あの回復代償されてもなんとかなるから。もうアレス引いてるし俺、ハピアがないけどネイトー、よいしょー。でも回復すんだよなこれ、しかも結構回復すんだこれ。痛い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 、で回復で回復、それきついな。レニアドかな。私も制御できませんよ。相手ビビってあんまり攻撃してこないと思う。まだまだこれからです。レニアド打っとけば。してくるんだ普通に。まずいね、まずいまずいまずい、回復量おかしいって。だからあーここを打てばここの方がいいな。ダブコンだけど大丈夫、耐える。1万人差さすがに飛ばん、ダブコンだから。だよね、そっち行くよね。
まあでもこれ結構ダメージ出るからな。回復の前に倒せるんじゃない？倒せるな、オッケー、完璧。驚きました。マフェリね、なんだかんだ殺しても即竜いなくない？ありがてんだけどマジで。いやでもハピア来いよ、来いよハピア。ハピア来ないとさ俺のデッキ始まんねえのよな。どうしよっかなこれ。リリティエ先置いてもいいんだよな、あのアテナした後に。最初らへんめっちゃハピア来てくれたんだけど、なんか今来なくなったな。おいおい、来てる来てる。あー何投げよっかな。それで発動しやすいやつであればリリティエは後回しのがいいんですけど、うわー、なくなる、それ強い。行きましょう。いやこいつだな、こちらへ来てるため。打っとこう。どっち来る？うーん、 X 行かなくちゃいけない、つらい、つらいよそれは、マジでつらい。いや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 、あらがっても苦しいだろ。はあ、お前さ、もう最初の試合抜きもそうだったけど、なんでグノー持ってんねー、なんでだよ、なんでグノーなんだよ。もうしょうもない駒投げやがって、グノー強えよ。かわいい子羊ちゃんね。やばくねそれ、いた。いやどうしようこれ。やれ欲しいな。やーめよ、メルベ打ちたい。まこうか、これで吸収して。当ててくるかな。あーだる、このコンボ地味に痛えな、めちゃめちゃ痛え。まあ痛え、6350が飛びそうだな。うーん、死ぬ、死んだ、絶対死んだ。バイセバイセ飛ばせる、信じろ。バッ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 バイセーこれぞ音声認識アップねー、神だ、やった。最後の最後で一番なんか相性を誘う。あー、しかもハッピーが来た、やった、来たぞ、最大の見せ場じゃない今日の。はい、いや、いいよいいよいいよ、神ターン相手でしかもハピアが来るって最高の流れだ今のとこ。あとは相手が変な打ち方を打たないことを祈るだけ。 X とかね、平行とかね、よくわからない打ち方しないでほしい。もう行ったやん平行とかねって、今行ったやん俺。戦いですのね、これ出る場所になったら死ぬんよ、もう出る場所になったら死ぬんよって。まあいいよ、ハテナ踏ませてやる、もうハテナ踏ませる、これはそういう戦法だな。もう消されたハテナだよな、もうやると思ったよ。もうじゃあ俺もハテナマスで回復しました。相手しかもなんかダメマス踏まなかったし、なんか知らんけどさ、踏め、オッケー、ヒール、ナイスヒール、オッケー。稲ならほっといてもいいな。ビナなら一回こっち行ってもいいわ。でこっち行くとなんとなくわかるんですよ、相手は B3 置いてくる。罠置きたい、でもリリティあるからまだいいか。相手ハテナマスでな、やられてくんね、ダイマスで。とりあえず
あオッケーこれがハテナマスの力ですね。今こそ命を燃やす。しかもいいよ、まあ一回こいつだな。なんだここで罠発動すんならあれそっけど、いやでもなんかすぐ発動する罠置きたい。何それ、はどういう魂胆があるそれ。罠きた、完璧。もうこれはもういったでしょ、この罠の配置の仕方はいける。はい、ちょっとね体力的に余裕がないけど、ラウムシュットでいいの、いいのラウムシュットで、めっちゃ返るけどダメージ。よいしょよいしょ、さあ行きましょう。これ相手プティ引いてないから、ここ完璧、完璧じゃないこれ、絶対飛ばないから、これ切ったでしょ。 OK 食べます。あー気持ちいい、あー気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいい、うわー気持ちいい。服を授ける前に、はい、てなわけでなんか若干ね、まあ、コロシアムってことで理不尽なムーブされたりとかね、ベルズブブにもありましたし、なんか実戦で使おうと思うとまだちょっと物足りないところはあるんですけど、普通に強いデッキだったんで、まあ、皆さんもね、作ってみてください。まあ普通に HP もね高いしね、強いよ。なんかでもどうしてもねリーダーアポロンで欲ね感が否めないんで、なんかこのコマが増えることによって強くなるみたいなコマを入れると、このハッピーアテナもね面白いデッキになるんじゃないかなと思います。これビナじゃなくて例えばマドカとかね、そういうアタッカーを入れてみても面白いかもしれないし、まあ、ビナ自体が強いんで何とも言えないですけどね、まあ、普通にねなんか強いわこのアテナ。ただ出る場所が運ゲーになっちゃうんで、そこだけデッキですけど普通に強いデッキですね。またねこのハッピアじゃない、間違えた、アテナリーダーのなんか新しいデッキも作れたらいいなと思ってますんで、まあ、今月はねちょっとコロシアムで試すことになると思いますけど、よろしくお願いします。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく、じゃあな。